というわけで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、たまにはさっぱりしたものを食べたいなというわけで買ってまいりました。それがこちら、ダゼン、ヘギそばたくみさんのふのりそば、そして豚カレー丼です。紹介することは稀にあるんですけれども、へぎそば、ふのりそばをねいただくっていう機会ね、なかなかないかと思うんで、いやーね、おじさんになってくるとこういうものがね無性に食べたくなったりするもんなんですよね。そしてこちら、おそば屋さんのカレーね、蓋を開けた瞬間にスパイスの香りとともに、だしの香り、そしてねこのししとうの香りでしょうか、ちょっとねピーマンっぽい青臭い野菜の香りなんかも感じられて、これたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、ふのりそばいただきますよ。わんこそばみたいにね、一口サイズになってるっていうね、ありがたいじゃないですか。多少ね、テイクアウトっていうことで、おそばがね、カピってしまって、微妙な感じではありますが、このおつゆね、むちゃむちゃかつおだしの味が濃くって、だしと返しのバランス、結構お醤油の風味なんかも強めに感じられて、で、わさびとか、ネギのね爽やかな感じ、いやーね、大人になってくるとこういうのが体に染み渡るなといった感じ、これは本当に夢うまっ、気になりましたね、これは夢ですよ。海苔を入れていただくと海苔の香ばしい風味がまた食欲をそそりますね。はい、それではカレー丼ぶりいただきましょう。これですよ、野菜などがたくさん入ってて結構具沢山ですね。いや、だしが効いてて野菜の美味しさなんかも感じられて、結構ねご飯は柔らかめに炊いてあるんですけれども、このご飯にこのルーありといった感じでね、いやこちらも美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。たまにはこういったね、おじさんが好むような渋いメニューっていうのもね、食べるべきだなーなんて思ったりいたしましたね。だしの濃さもさることながら、お蕎麦の味をね感じることができるふのりそば、そしてだしの風味、野菜の美味しさなんかを感じられるお蕎麦屋さんの豚カレー丼ね、いやどちらも美味しくいただくことができましたね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はへぎそばたくみさんのふのりそば&豚カレー丼いただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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